ドミニク・レニー・ラーブは、イギリスの政治家、イーシャー・ンオールトン選挙区選出庶民院議員、司法大臣、副首相を務めている。過去には、筆頭国務大臣、外務、英連邦大臣、住宅、都市計画担当副大臣、欧州連合離脱大臣を歴任した。1974年2月25日に、イングランドのバッキンガムジャーで誕生する。 オックスフォード大学で法学を学び、後にケンブリッジ大学で修士号を習得する。リンクレーターズにて国際法の弁護士として仕事をスタートさせ、プロジェクトファイナンス、国際訴訟、独占禁止法などを取り扱う。2000年に外務、英連邦省に入省し、海外領土、投資家保護、対テロ作戦など幅広い領域に関して助言を行う。 2010年から庶民委員議員を務める。2018年7月9日より欧州連合離脱大臣となったが、同年11月15日に離脱合意をめぐって、辞職した。2019年6月の保守党党首選挙に立候補、したが、第2回議員投票にて30票に止まり、次に進むの必要な33票に届かなかったため、脱落した。 2019年7月発足のボリス・ジョンソン政権では外務・英連邦大臣に就任した。2020年にジョンソン首相が新型コロナウイルスに感染してテレビ会議への出席が難しくなった際にはラーブが首相の代役を務め新型ウイルス対策会議議長も務めた。2021年8月のターリバーンによるアフガニスタン制圧の最中には ギリシャのクレタ島で休暇を過ごしていたことで、外務大臣から解任すべきとの声が高まり、9月15日の内閣改造では、改革領職の司法省に降格されたが、同時に副首相に任命された。これには副首相を兼任させることで、降格の痛手を和らげるようジョンソンが配慮したという推測もなされた、欧州会議派の議員である。 2016年6月に行われたヨーロッパ連合離脱の是非を問う国民投票に際してヨーロッパ連合離脱を支持した EU 法に従えばイギリスは真の深刻かつ目下の脅威となるものに限ってヨーロッパ連合からのイギリスへの入国を拒否できるこの基準は非常に厳格でありイギリスは過去の有罪判決テロへの関与 公戦地帯への説明なき渡航などに基づいて入国を拒否できないのである。2010年以降ヨーロッパ連合以外からの渡航者については約6万7千人が入国拒否されたがヨーロッパ連合からの渡航者については入国拒否は約6千人となっている。イスラム国によるテロとの戦いには大陸のヨーロッパとの共同作業は必須であるがデータ共有 取締り業務に関してはイギリスはヨーロッパ連合に加盟する必要はない。EU 法がイギリスにとっての脅威となっており、イギリスは自国民を守るための事前処置を施せない。そしてヨーロッパ連合はこの EU 法の改正を拒んでいる。ラーブはヨーロッパ連合を離脱してこそイギリスの国境コントロールを取り戻せると述べている。また、明政権で行われた イギリスのヨーロッパ連合離脱後のヨーロッパ連合加盟国であるアイルランドとイギリス領である北アイルランドの間の国境管理に関する合意には反対であり欧州連合離脱大臣の辞職につながった。ありがとうございます。